裏頭引き上げ記念平和公園は、長崎県佐世保市にある公園。裏頭引き上げ記念平和公園公園のある、ハリオート裏頭の地は、第二次世界大戦終結後、海外から日本国内に引き上げる日本人の受け入れ場所の一つとして、 厚生省佐世保引上げ援護局の検疫所が置かれ、1945年10月から1950年4月まで、約139万人の引上げ者が、裏頭不当に到着した。引上げ者は、当地から引上げ援護局本所がある旧、ハリオ海兵団まで、約7キロメートルを徒歩移動して、初手続きの後、国鉄大村線ハエの崎駅から、 引き上げ列車によりそれぞれの距離へ戻った。引き上げが収束し引き上げ援護局が閉鎖されてから約30年を過ぎた1980年代に入ってこの地に引き上げの歴史を記念する施設を求める声が高まり、元引き上げ者等からの寄付金約1億円と私費約2億5000万円を投じて旧権益所跡地を見下ろす給料部に投稿園が建設され、 1986年5月3日に開園した。同時に園内に引き上げ記念資料館が開館した。裏頭引き上げ記念平和公園から望む裏頭園内にある鉄筋コンクリート平屋建ての資料館。展示室のほか休憩ロビー、案内所、トイレ、洗面所を備える。展示室には引き上げ経路を示す模型のほか 引き上げ当時の引き上げ者の着衣や日記等の所持品、引き上げ証明書、検疫所での DDT 消毒に用いられた器具等が展示されている。また、館外には旧検疫所消毒室の軒先部分が復元されている。ありがとうございます。